無料でプロレスが見れる？全国どこでも？世界中で？ YouTube にて無料プロレス配信中。詳しくはヒートアップチャンネルまで。テキ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 テテ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 テスパーキー光る雲を突き抜けたよウェイ体中が響き晴れる顔を蹴られた伊豆地が怒って頭パッパラパーがパッパラパバー溶けた氷の中に塾長がいたらただの変態ねチャラへちゃら塾長の頭はパッパラパラパーチャラへちゃら井槌の頭の中もパッパラパッパラパースパーキテッテレッテッテッテテレッテレッテ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 ッおっす、オラタム、今からおみいらにすげえ特技を見せたるからな。瞬間移動って知ってるけ？今オラ瞬間移動を皆さんに見せたる。こう相手の気を探って、はっ、じゃあ、お元気ですか。今井上陽水に瞬間変化しました。こんばんは、井上陽水です。夏が過ぎ風あざみ。はあ、はあ、さあ始まりました。10月の19日。月曜日、灼熱プロレスズームイン Z、とうとう後半戦がスタートしました。皆さん、お元気でしょうか？そして今日から15分早くスタートいたしました。これはね、みんな眠くなるということで、早く試合見せろということで、私もとこの同情生が、同情生みんなありがとう。同情生がね、パッパッとこのセットをしてくれたおかげで、余裕で間に合いましたね。はい、本日も、お送りしたいと思います。あら、若松くん。来てますね、若松くん。先に言っときます。ごめんなさい。R 指定と聞いて R 指定になっちゃうかもしれませんね。
はい、にょに BB さんこんばんは、横地さんこんばんは、 K さんこんばんは、あ、高井さんこんばんは、腹ペコセーノリスさんこんばんは。 2AW の若手がすごいことになると聞いて初めて見る気がした。ペコノリスさんごめんなさい。はい、小磯さん、あ、こんばんは。クールミントさんこんばんは。川島さん、あ、ありがとうございます、早くからね。あ、長野あかな先生こんばんは、ありがとうございます。あ、ひろな所長髪型がドンキーコングみたいですね疲れてきましたね、髪がね年がバレる、どういうことだ。あ、高井さん、あ、微妙に似てる、あ、ありがとうございます茶番やりすぎると、半に試合始まる、ああそうですね、素晴らしき登場生、ビエンさんこんばんは、五十嵐ムーさん、あ、五十嵐ムーさん、素晴らしい絵ありがとうございます。私ね、ああいうのすごい大好きなので大切にさせていただきます、ありがとうございます。あ、浅野さん、セッティングありがとうございました。はい、ということでね、犯人開始するように、ちょっと頑張って、私もね喋りたいことたくさんあるんですけど、まずは本日の対戦カードですね。本日の対戦カードはこちら、タクマッチ15分一本勝負、田村藤田峰雄対チチャリート賞金若松大輝第10 若松くんごめんなさいね。あ、桜井さんこんばんは。はい、こちらのね見どころはまた後で、お話ししたいと思います。はい、それでは今日のですね、配信面白かったと思う方はぜひおひねりチケット、こちらですね、公式オンラインストアにて2000円で販売しております。実はですね、昨日、配信見ましたかね、素晴らしい試合がね、特に大和対井槌哲也とかね、まあ、トンショ対金平大輔も、まあ、私の試合は私が評価してもしょうがないんですけど、素晴らしい試合だったんですけど、おひねりがなんと0件でした続けられないよこのままじゃはい、ということで、公式、おひねりチケットはですね、ヒートアップ公式オンラインストア、今チャットにも出てますね、こちらでご購入できます。ご購入していただくとバン、はい、生写真ですね、こんな貴重な生写真手に入りませんよね。はい、ということは今日は藤田ミネピョンさんと若手が入ってる、生写真、そしてヒートアップの選手から お手紙1枚1枚大切に、書かせていただきますのでこのままじゃ続けられないのでおひねりチケットぜひご購入よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、この配信も後半戦になりましたけども、皆様の、お力のもと無料で配信しております。そのためには皆様のお力が必要になってきております。ご支援のお願いでございます。ご支援のお願いです。ヒートアップでは配信へのご支援をお願いしております。今回のご支援の返礼品はこちらです。ご支援限定セットアップルームウェア、5000円のご支援でルームウェア上着、1万円でルームウェアズボン、こちらでセットアップとなります。1万5000円で配信内でお名前の方を読み上げます。3万円のご支援で日曜日の生配信をなんと会場で生観戦できます。5万円のご支援でなんと解説席に座れます。そして返礼品を田村金平井槌が直接あなたのお家までお届けいたします。20万円ご支援ですと冠スポンサーとして〇〇プレゼンツと表記、
あなたの会社の CM を配信内で流します。さらに生配信を解説席にて観戦できます。そしてスポンサー様を我々全力で PR させていただきます。ご支援チケットはヒートアップ公式オンラインストアにて販売しております。売上の一部は障害者支援青少年育成活動として使用させていただきます。プロレスで社会貢献を目指すヒートアップへのご支援、何卒よろしくお願いいたします。はい、皆様のおひねりそしてご支援、お待ちしております。はい、今回ご支援いただくとルームウェアですね、非売品ルームウェアなので、ぜひ来て、この配信をね、観戦してほしいという思いで、作りますので、皆さんのお力ぜひよろしくお願いします。ご支援もヒートアップオンラインストアにて販売しておりますので、この配信続けるためにも皆様のお力ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の、スポンサー様をご紹介したいと思います。こちら、ごめん間違えた、こちらですね、 SW アドラーソーラーワークス株式会社様、いつも平野社長ありがとうございます。株式会社陸綱様、川崎つながり社員募集してますよ。魔性の味コーヒーオンリー様、浅草にあります美味しいコーヒーショップです。道川夫妻、昨日も、カメラありがとうございます。乗り受け取りましたか奥さん。オフィス K&A 様、後ほどですね、プレゼントがございます。ありがとうございます。ミスターヨー、さあみんな待ってるよ。どうしようするんだこれ、これは食べちゃって、このタコこらーってめ、このタコこらーってこれ。根本ひろしさん、ありがとうございます。見てくれてるかな根本さん。 SND64 最年長道場生様、さあ発表会はいつか。特別養護老人ホーム金井真奈恵さん、あなたの力を介護に職員募集しております。高井博義さん、高井さん今日いなくて寂しかったよ。はい、以上のスポンサー様で、お送りいたします。1万5000円以上ご支援いただきますと、お名前の方読まさせていただきます。ここにもね、はい、お名前ポイ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 出てますよね。変わりますよ、ポン、ほらすごいね。桜井さん、セッティングもしてスポンサーもしてます。会費も払ってます。ありがとうございます。あと10万円ぐらい借金ありますからね。はい、ということで、試合の方行きたいと思います。もう一度ね、おしゃらいです。本日の試合はこちら。はい、15分1本勝負、田村藤田峰雄対、チタルリート賞金は鎌津大樹選手でございますね。はい、こちらですね、藤田さん、峰雄さんですね、なんとこのヒートアップの配信にもね、あのご支援をちょいちょいいただくんですよね。プロレスラーがこうご支援いただくっていうのはね、本当、しかも先輩がありがたいということで、今回ね、藤田さんに喜ぶカードを、ちょっと提供しようかなと思いまして、まあ、2AW のですね、とても勢いのあるこのちちゃまつですか、ちちゃまつ、はい、お二人ですね、素晴らしい選手ですね。僕ちちゃレイト選手は初めてかな、初めて対戦の若松選手は2回目なんですけど、いや本当にね、素晴らしいお二人を用意したのですが、ミネピョンさんがですね、喜んでくれたんですけど、喜びすぎまして、あ、これ以上は言えない一見逃げ
生贄ではないですよ。喜んでいただけると思って僕はカードを用意したんですけど、喜びすぎてしまったので、まあ試合を見てください。はい、それでは、行きたいと思います。本日のタッグマッチどうぞ。集中を振り、一本勝負を行います。ピーカップユニバーサルチャンピオンなり、ピーダルワールドチャンピオン、170cm、長野さんきも、カムラーエロティックバイオレンス、藤田ミネオ。赤コーナー、ツーダブル、161cm、70kg、チチャリトン・ショーピー。同じくツーダブル、177cm、90kg、若松大樹。大樹レフリーで敷いてしまう。えい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 、落ち着いて、
さあ、まずは田村隆の若松大事であります、はい、さあ、金谷さん、この若松は非常に大きいですね、はい、あの体が元に、このあたりが下半身が本当に大きいぐらい、はい、そうですね、結構筋肉がすごい、そうですね、はい、落ち着いて落ち着いて、でもやっぱりこの富士山の若松は気になってしまわないですね、そうですね、アルカゼンのアルカゼン、いや怖いですね、これは気をつけてほしいですね。お、さあ藤田の試合金ではないんですが、ちょっとこれもう全てを何か芝居してますね、このリングと藤田の方は。これは落ち着いてなかなか試合しにくいと思います、ね、わーこれはこれはやりにくいと思いますよ、これは。さあ、再び田村と若松が、さあ、今度は、田村もう一度、田村と、これ、レフリーのトッシーも大変ですね、田村さん。結構これは、さあ、これで、あ、でも、あ、スタリートに、はい、スタリート選手に。あ、やっぱり、あ、スタリートは嫌なんですね。やっぱ若松選手の方がいいんですかね。おお、エプロンに。ああ、やばい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 。いいかいな。いや、もう完全にね、獲物を狙う猛獣ですよ、マリアさん。猛獣ですね、これは。いや、これは怖いですよ。お、さあ試合の件じゃスチャリートか。ああ、危ない危ない危ない。さあスチャリートがモンスターをレッドロックで捉えたら、お、奪っていきましたよ。さあヒント、あわー、おー、ああ、ホイップ、さあ、スチャリート勝機、いいですね、いいですね、いいですね。はい、さあ先週は2ラウンド5打点崩壊がありました。9勝、9勝、その勢いを取ろうと、これは9勝です。9勝ではないですよ、ボディスラムだと思いますけどね。9勝、9勝ではないですよ。あれは、あの9勝になると何も技できないですよね。あー、やばい、あー、これは、これは9勝ですか。これは9勝ですね。さあ、フッシャー抑え込み、固めたの簡単数であります。さあ、さあ、かけたさん、あー、やばい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 、なんだよ。さあ、チチャリートの股間を狙ってまいりました。さあ、さあ、これは、これは、これはちょっと、これはあからさまですね。そうですね、さん、これは、これは急所攻撃ですよ。あ、これは投げるつもりないですね、全然。アピールしてました、俺は投げたかったんだですね。さあ、藤田が怒りをアピール、これはやりにくいぞ。さあ、どこで再びカンが上がってまいりました。カンが対シェリット勝機、勝機、強烈、さあ、強烈あります。まあ、体のサイズはこのカンラとチャリートで、だから非常に似たものがあるんで、ね、そうですね、あの、はい、チャリートもキックを得意としてますから、はい、そうです。おー、すごいですね、ですね、これは。おお、さあ、いつかシーゲンも見てみたいぞ。あ、ですね、おお、さあ、チャリートの蹴りも頭に曲げた、いい、いい、さあ、これが 2AW 青の魂であります。落ち勝ったか。5分経過。さあ、5分を経過して、さあ、5分を経過して、チャリートをちょっと捉え始めたか。さあ、ブレインバスター田村、パワーがあります。ガタリオタマガタツ、さあ、これは何を狙うんだ田村が。さあ、ソワットコンビネーション、おー、かわせ、おー、シャリート、おー、シャリートは逆にお箱を奪う、ソワットコンビネーションから、はい、開発線かばして、逆にカメラを振り返す。さあ、さあ、カメラのラリアットかわせ、シャリートが、おー、
や動きがいいですね。いいですね、素晴らしいですね。素晴らしい動きを見せていった、はい、おさあ、そして若松であります。やったー、さあ若松がバックエンド、さああと逆に振り返して、おフォアアームであります。すごい跳躍力ですね。勢いに乗る男、今月はやばい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 、さあ狙ってましたか今のは。狙ってましたね。さあしかしハウスがミサイルキック、強烈ミサイル、ミサイルキック、カウント2、カウント2、さあ若松大樹、これはチャンス、逆エビ、逆エビ、これはきついですよ。そう、そう、片山さん、だいぶ、グリーンが入ってきましたよ。なんか持ってますよ。なんだこれは。さあ、ストレッチボールを使って、ストレッチボールが大変なことになっている。ああ、やばいやばいやばい。さあ、これはうまく、どうしよっか。さあ、フィードを蹴散らすぞ。さあ、ここで若松はカメラに専念したいところ。さあ、打ち込んでいくエルボー合戦。さあ、若松を打ち勝ったか。ロックに飛んでる。おー、あ、ニールキックですけど、かわしましたね、かわしましたね。さあ、カメラソバット、強烈のソバットから、おお、キックが入りました。さあ、後半に出してバックエルボー、さあ、スリングブレードであります。強烈。さあ、これはチャンスですか、パンクラさん。あと、ああやばいですよ。あと、さあ、まずはチチャリートを蹴らします。さあ、これはやばい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 、なんか狙ってますよ、これ。さあ、さあ、これも、あ、これはまさか、まあ、さあ、これはメキシコ式。さあ、ヌード、わあ、ヌードでこれ動けないですから。やばい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 、これ大丈夫ですか、これは。さあ、これは、これは、あの、放送できるんでしょうか。ちょっと危険ですね、これは。はい、あ、やばいやばいやばい、放送できるでしょうか。やばい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 。さあ、ヌードから、あ、さあ、デッドの辺りにドロップキックであります。ホールの体勢、カウンター2、さあ、3じゃないのかというアピール、見せてみよう。これは精神的なダメージが大きいですね。大きいですよね。さあ、お、いいか、お、投げた、投げた、お、バックアップじゃないか。いけー、あー、あー、さあ、これも反則であります。あったですね。さあ、これは赤松大事が、これは、これは、あー、さあ、これは、さあ、すごいことになっている。すごいことになってますね。さあ、興奮状態に入りました。おー、ダメだ。いや、今のドロップキックですね、高さがありました。素晴らしい、正面飛びで、そのまたぎのジョン・ウーカー。さあ、ここで2エンドミルの連携です。はい、チャンスですよ。さあ、まずは赤松、さあ、チェチャリと来たぞ。さあ、赤松のボディスラムから、チェチャリとか、おー、 PK、 そしてジャックナイフ、ジャックナイフ、ジャックナイフ、カウント2、おお、すごいですね。10分経過、10分経過。さあ、10分を経過して 2AW のチャンスです。これはチャンスであります。さあ、チチャリータが狙っているぞ。あ、球を切っていると、あ、さあ、藤田が、藤田が、さあ、金田が、ありました、ありました、脱がしにかかる、脱がしにかかる、これやばい。さあ、さあ、恐ろしいことになってきた。さあ、アンダータイツ状態、恐ろしいことになった。そう、ふわやばい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 、マーティストラル、マーティストラル、マーティストラル、おお、カウンター2、カウンター2で返しました。ラン・マーティストラル。さあ、
若松大樹がアンダータイツ、アンダータイツ、際どい状態、際どいですね、これは。さあ、藤田と田村、藤田と田村、あと、これは股間にドロップキック誤爆。さあ、しかし、かわしているぞ。さあ、アトミックダンプ、これは効きますね、効きますね。さあ、アンダータイツだけに効いている。あ、藤田が危ない、これは。さあ、すごいことになってきた、これはまずい、まずい、まずい。さあ、これは、さあ、完全に若松の臀部がさあ、恐ろしいことになっている。さあ、藤田が狙うが、あ、まず、まず、ヒップアタック、ヒップアタック、すごいな。さあ、こちらにもなんか覚醒してますね、一歩アタック覚醒してる。さあ、仲間割れか、どこだ、どこだ、仲間割れか、仲間割れ、お若松が、さあ、一歩アタックいったぞ、一歩アタックいった、ホールの体勢。10分53秒、若松大樹選手の勝ち。最後は若松大樹がヒップアタックでなんと藤田美桜がスリーカウント。俺のケツに負けて今どんな気分だ、おい。ああ、おい、俺はな、普通のプロレスだけじゃねえぞ、ケツだってな、俺の武器になんねえ、おい。ああ、俺の武器になんねえ、これ、おい。ああ、これ、おい、できねえだろ、おい。編集の方、よろしくお願いします。大人の夢が叶う場所、ヒートアップ道場、新規入会者募集中。詳しくはヒートアップ道場で検索。テケ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 。まあ、これもプロレスですね。うん。ね。これもプロレス。あれもプロレス。このね、この試合の後にね、あの、道場生募集の CM、大人の夢が叶う場所、若松くんの夢は叶ったのかな？はい、ということで。まあ、無事に配信されたということは、バンはされなかったわけですね。はい、まあ、
ミネピョンさんがまあ喜んでくれたからよかったかな。まああとは、イサジさん、ちちゃまと見事ありがとうございます。370円、前にもいただいてたかな。あ、平野社長ありがとうございます。いただきました250円、スーパーチャットありがとうございます。はい、かなってませんよ。若松くんいくつだっけ今ね。まだ、あ、マリアンヌさん、500件ありがとうございます。はい、若松くんね、大人の世界を見たと思いますが、あとはね、リッキーさんにでも弟子入りしてもらって、お尻を磨いたらもっとね、必殺技になるんではないでしょうか。藤田峰を倒しましたからね。倒したというかもう行っちゃったんじゃないですかね、ミネピョンさんはね。はい、そして、まあ、話はちょっと真面目に戻りしますけど、チチャリート選手、いやーよかったですね。僕、初めて当たりましたけど、ぜひね、若松くんもチチャリート選手もね、またちょっと参戦してちょっと改めてやりたいと思いますので、まあミネピョンさんまたご支援いただいたら、生贄をまた探してきますので、ぜひともよろしくお願いします。あ、Kさん無事配信され記念ありがとうございます。300円いただいてきました。あ、若松くん22か。22だったらね、まだ知らない世界もあるだろう。うん。一回ね、ミネピョンさんのところ、弟子入りをおすすめいたします。ご接待。あ、横地さん500円ありがとうございます。はい、あ、田村対、チチャリートのシングル見たいよって選手も、わー、やってみたいね、チチャ選手ね。うん、そうね。はい、ということで皆様、ありがとうございます。100人超えてましたね。こういうのが好きなのかな、みんな。はい、面白かったと思う方は、おひねりチケットをご購入ください。2000円で売っております。はい、それでは、皆さんお待ちかねの新コーナー、片塾ばあさんが始まります。こちら、配信内でクイズが出されます。クイズにお答えしますと、こちら正解者の中から、黒ニンニクですね、鳥取で作られ、の里に農園さんが作った黒ニンニクをプレゼントいたしております。答える時間10秒しかないので、チャットの方にパパッと書いてくださいね。皆さん、書く準備はできましたでしょうか。それでは片塾ばあさんどうぞ。腹が減ったわ。ん？こんなところに私の大好きなチョココロネが。我慢できるわ。チョココロネいただきます。えい。さて問題です。片塾ばあさんは大好物のチョココロネを一体何口で食べたでしょうか。今から10秒以内にコメント欄にお答えをお書きください。それではスタート。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。正解は丸飲み。はい、答えは丸のみでした。正解者はいませんでしたね。ゼロ口欲しい、甘口、あー、計算1本、12口、
逆にチョココロに食べられた、あ、親便さんに1本、田代、翔一さん5口、ぴょん吉36口、ぶんちゃん食べきれずに残した、ちゃんさん1口、高井さん3口、浅野さん1口、何も浮かばない2口、一口、何だいその回答は。クレームが来てますね。これクイズ。一口、タイガー一口、あ、やっぱ里芋さん、最高お答え賞を、プレゼントします。はい、答えは丸のみでございました。で、これ、当たらないっていう方は、不正解の方から、ですね、皆様に朗報でございます、オフィス K&A 様が作っていただいたアンケート、この配信内の配信に対するアンケートをお答えした中から抽選で5名様にコロニンニク黒ニンニクプレゼントいたします。はい、ぜひねこの配信を、もっとより良くしていきたいと思いますので、皆様のぜひご意見の方、今チャットの方に出てますね、お答えいただいてこの黒ニンニクゲットしてくださいね。よろしくお願いいたします。これが、今日カオスですね、大喜利。はい、やはりこれがヒートアップのやり方です。はい、でもみんなねなんとなく答え方が分かってきましたね。はい、アンケートって毎回やっていいんですか？ああ、いいですよ、毎回ね。あ、この配信で1回だと思います。はい、ぜひお答えください。はい、それでは、明日のカードを発表したいと思います。明日のカードはこちら、バン、アクトレスカラーズ、ガールズカラーズ提供試合10分一本勝負、ミー対桜井優子。はい、なんとミー選手初参戦でございます。明日も視聴率高そうだな。今日100人ね、行きましたけど、明日も視聴率高そうな感じですね。そしてなんと明日はお隣にさきちゃんが来るとか来ないとかいう噂が立っております。はい、ぜひねさきちゃんと一緒に、このアクトレスから、ガールズカラーズさんの試合を見て楽しみたいと思います。道場をどうのこうのっていう話にならんだろうな。まあ怖いけど、さきちゃん明日お待ちしてますよ。よろしくお願いします。はい、なるほど、田村さん、私呼ばれてる気がしますけど、どうしました？はい、ミー選手メルヘンな技も多いですが侮れない。あ、そうですね、ミー選手見ましたけどすごいね。いや、すごいすごいなと思った。うん、はい、ついに話し合いがアクトレス道場にはしません。皆さんでチャットの皆さんで、阻止をしましょう。なので明日はみんなヒートアップ道場の応援よろしくお願いします。はい、そして、今日の配信面白かったと思う方はこちら、はい、おひねりチケット、今絶賛、募集しております。いただきますと今日はなんとミネピョンさんが入った生写真がプレゼントされます。はい、そして、ヒートアップの選手からお手紙書かせていただきますので、ぜひぜひおひねり公式オンラインストアで販売しますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは本日のスポンサー様をご紹介いたします。エースアブルアドラーソーラーワークス株式会社様、ありがとうございます。平野社長、今日も見てくれてありがとう。株式会社リクツナ様、川崎つながり社員募集中。魔性の味コーヒーオンリーさん、浅草にある美味しいコーヒーショップでございます。道川夫婦、海苔食べたかな、私は今朝大和さんの海苔いただきました。
オフィス K&A 様、黒ニンニクのご提供、そしてアンケートありがとうございます。ミスターヨーさん、明日はミスターヨーデーですね。同情するだけない。明日も明けしめよろしく。根本ひろしさん、ありがとうございます。お家にまた行った時はよろしくお願いします。 SNG64 最年長同情生さん、さああなたの挑戦待ってます。特別養護老人ホーム金井バラエさん、あなたの力を介護に職員募集しております。高井博義さん、高井さん今日もありがとう。明日は来るかな。はい、以上のスポンサー様でお送りいたしました。1万5000円以上ご支援いただきますと、配信内でお名前の方を読まさせていただきます。ご支援もですね、ヒートアップオンラインストアで販売してますので、ぜひともよろしくお願いいたします。明日は休みます。チャットで宣言した。どういう写真か気になる。はっきり平野社長、はっきり言います。ご支援の写真なんですけど、撮るのに非常に苦労しました。それだけは言っておきます。藤田さんはね、帰るまで興奮が冷めやらなかったんでね。明日は海の上なんですいません。同情性連絡か、ここは。そっか、わかりました。はい、ということで、以上になりますね。はい、みんな起きてたかな。ちょっと早くから今日スタートしましたけど、たくさんご視聴いただきましてありがとうございました。明日も10時半からあります。最終週も私頑張りますので、ぜひ皆さん温かい応援よろしくお願いします。あ、そして、忘れちゃならない、こちら12月7日新百合ヶ丘大会チケットの方販売しております。最前列が残り6枚となっておりますので、皆様良い席はお早めにお買い求めください。はい、そんな感じかな。締め切りはご支援おひねりの締め切りは10月の31日までとなっております。そしてこちら、はい、ズームインの、写真集フォトブックですね。フォトブックが、発売になりました。2000円でオンラインストア販売してますので、ぜひお買い求めください。ちょうど良い時間です。あ、ありがとうございます。やっぱこのやり方の方がいいのかなね。あの、ご意見どんどんください。僕らもね、皆様の楽しめる配信を心がけていきます。はい、では、また明日も10時半にこの配信でお会いしましょう。明日はさきちゃん来てくれます。カラーズさんの試合楽しみにしててください。それでは灼熱プロレスズームイン、ぜー、おやすみなさい。みんなありがとやりたいですね。プロレスを続けたい。
なたのご支援で僕らの夢が叶います。配信へのご支援お待ちしています。詳しくはヒートアップオンラインストアまで。ご支援のお願いです。ヒートアップでは配信へのご支援をお願いしております。今回のご支援の返礼品はこちらです。ご支援限定セットアップルームウェア、5000円のご支援でルームウェア上着、1万円でルームウェアズボン、こちらでセットアップとなります。1万5000円で配信内でお名前の方を読み上げます。3万円のご支援で日曜日の生配信をなんと会場で生観戦できます。5万円のご支援でなんと解説席に座れます。そして返礼品を田村金平伊豆地が直接あなたのお家までお届けいたします。20万円ご支援ですと冠スポンサーとして〇〇プレゼンツと表記、あなたの会社の CM を配信内で流します。さらに生配信を解説席にて観戦できます。そしてスポンサー様を我々全力で PR させていただきます。ご支援チケットはヒートアップ公式オンラインストアにて販売しております。売上の一部は障害者支援青少年育成活動として使用させていただきます。プロレスで社会貢献を目指すヒートアップへのご支援、何卒よろしくお願いいたします。